沖ノ島は日本海軍の不設艦。本艦に改良を加えた順道警艦に津軽がある。軍艦、沖ノ島は日本海軍の4000トン級不設艦。ロンドン条約によって走行巡洋艦2隻の大艦として不設艦の建造が認められ、2隻予算請求されたが1隻のみ、成立、阿蘇の大艦として建造された。日本海軍が 初めて建造した純粋な大型付設艦であり、500個の6号機雷を搭載できた。条約により最大発揮速力は20ノット程度だが、司令部施設を備えカタパルト1機を装備するなど、巡洋艦としての性格を持つ多用途艦である。ハリマ造船所で建造され1936年9月末に、竣工、同年12月1日から新編成の、 第十二戦隊に所属。翌年より、第十二戦隊は、中部太平洋諸島の調査に赴く。続いて、日中戦争に投入され、陸軍部隊や、物資の輸送で活躍した。1940年11月15日、新編の第十九戦隊に編入され、同戦隊機関となる。第四艦隊に所属し、中部太平洋諸島で行動した。 1941年12月8日の太平洋戦争開戦時、本艦は引き続き南洋部隊機関の第19戦隊に所属して、中部太平洋諸島や南東方面各地、攻略作戦に参加。しかし、ソロモン諸島で行動中の1942年5月11日、米戦水艦の魚雷攻撃により大破。翌5月12日に武賀島近辺で沈没した。 沖ノ島の艦名は、日露戦争で日本軍に露隔された、アドミラルシャコ普及解剖戦艦、ゲネラルアドミラルアップラクシンの日本海軍編入後の、艦名、沖ノ島で使用されていた。解剖艦、沖ノ島の艦名は、玄海灘に浮かぶ沖ノ島による。初代、沖ノ島は1922年4月1日に除籍。本艦は、日本海軍の軍艦としては2代目となる。 不設艦、沖の島は、日本海軍最初の純粋な大型不設艦だが、ロンドン海軍軍縮条約の制限下で建造された、ため微砲や速力に制限があった。当初の軍令部要求は、基準排水量5000平トン、速力20ノット、15.5センチメートル砲4門、機銃4門以上、機雷500個以上、航続距離14ノットで5000回りという規模だった。 予算の都合上、缶型をなるべく小さくする必要があって、基準排水量を 4800A トンに抑え、手法も14センチメートル方の在庫品を利用することになった。基本計画番号 H4。この時点での使用目は、右表の通り。気候直前に起きたともつる事件により急遽設計をやり直し、船体を小型化するなど、 基準排水量を 4470A トンでまとめられた。この時にボイラーを重油戦闘とし、手法を単層4門から連層2機への変更もされている。また電気溶接を広範囲に使用しているため、第4艦隊事件後には構造の再検討が行われた。燃料搭載量の問題もあり、竣工時の基準排水量は 4000A トンになっていた。船体は、 フラッシュデッキ型で、艦全部に、大型の環境と三脚マストを備え、環境と煙突の間のシェルターデッキ上に40、合計3年式8センチメートル広角砲と、環境両限の同パ板上に13ミリメートル連装基銃を設置。煙突後方には、カタパルトとデリックを装備した大型の三脚マストがある。基準排水量4500トン間としては巨大な、 マストである。これは、カタパルト上に94式水上偵察機を搭載するクレームの仕事を兼ねているためである。水上機搭載数は1機のみ。計画時は最上型軽巡洋艦と同様の15.5センチメートル砲手法の搭載を検討したが、予算の関係から日本海軍軽巡洋艦で、 標準的に採用されていた50口径3年式 14cm 砲となった。この 14cm 砲は、軽巡洋艦、夕張りや早くじら型潜水母艦に隻搭載と同型で、これを連装法型とし、艦全部と艦後部に1機ずつ装備する。法備則は露出しており、密閉式ではない。敵駆逐艦と交戦刺激対することを念頭に置いていた。 本艦は500個の6号2型機雷を搭載可能で、環境と煙突の間の前後両に4箇所に設けられた機雷搭載口から積み込んだ。艦内の中間班に機雷格納所があり、艦前後の下艦班、戦争艦班にも機雷庫がある。この機雷格納所、機雷庫は、輸送任務のための倉庫や海軍陸戦隊の待機所にも転用された。 機雷の付設は中間板を完備へ伸びる2乗の軌道で行う。また上間板にも軌道2乗が設置されている。このほか爆雷22個と爆雷投射機1機を装備した。重油搭載量は計画時に時間用850トンと補給用200トンだったが、大やけ身の結果は重油850トンに対する航続力が9500回り、 14ノットにも達し、実際の搭載量は、時間用561トンと補給用360トンに、改められた。日本海軍は、大正期の88艦隊以降、大型布設艦を希望していたが、予算不足のため小型艦しか建造できなかった。昭和初期、日本海軍は、布設艦として、浅間型装甲巡洋艦2番艦、常盤、活力、急接合艦、 白鷹五福島、八重山を保有していた。1930年締結のロンドン軍縮条約において、日本海軍は旧式巡洋艦改造不設艦2隻の大艦建造を認められた。これにより、日本海軍は第一次補充計画において、不設艦1隻を建造することになった。1934年3月10日、日本海軍は神戸川崎造船所で、 建造予定の二等巡洋艦を、熊野、張間造船所で、建造予定の不設艦を、沖ノ島と命名した。同日付で2隻は、艦艇類別等級表に記載される。基準排水量4800トン艦として5月10日の寄港を予定していたが、とも鶴事件を経て、設計を一部見直す。同年9月27日、本艦は、張間造船所に適航。 1935年9月下旬、第4艦隊事件が発生したため、建造に用いられていた電気溶接部分の改善を行っている。11月15日、浸水。沖野島浸水式には、軍令部総長、伏見宮広安王と、弘安王妃、強行夫妻を筆頭に、多数の来賓が参列した。同日府で、日本海軍は、特務艦、 陣太を特務官庁、佐藤波造大佐を沖ノ島偽装委員長に任命する。11月19日、張間造船所に設置された沖ノ島偽装委員事務所は事務を開始する。1936年9月10日、偽装委員事務所を沖ノ島管内に移転。9月30日、春行した佐藤大佐は沖ノ島管庁となる。主な幹部は、 副長板倉徳留中佐、水来長、梶長慶次郎少佐、法術長、深見森雄少佐、航海長、西郷雄二大尉、通信長、クリス敏夫大尉、機関長賞松本館機関少佐。横須賀鎮守布石。1936年12月1日、日本海軍は、第3航空船体を改編して、第12船体を新編する。 第12戦隊の所属艦は、軍艦2隻、第28駆逐隊の上風型駆逐艦2隻。トカリ少将は、クレチンジュフ参謀長へ転任。第12戦隊司令官として、宮田義和少将と主席参謀、小野田ステージ郎中佐が着任。宮田少将は本艦に、正規を掲げた。小野田中佐の前職は、軍令部一家部員であり、それまで、 ルソン島や中国大陸方面における日本軍作戦計画の立案に携わり、現地調査の経験もあった。当時の軍令部は将来における対米作戦において、基地航空部隊、潜水船隊水雷船隊の活用を検討していた。第12船隊の主任部は南洋諸島の水陸飛行場的地、艦隊発地の敵地を調査することであった。 1937年1月20日、沖ノ島艦長は佐藤波蔵大佐から安住義和大佐に交代する。1月28日、第12戦隊は横須賀を出撃。第12戦隊はサイパン島やドラッグ諸島、クエゼリン艦長、西部ニューギニアに至るまで7ヶ月に及ぶ長期航海を実施した。7月10日、伊勢湾に到着した。 南洋諸島の調査終了時、すでに、シナ事変が勃発していた。第12戦隊は7月28日府で、第3艦隊に編入される。8月20日、多度津を出発して、中国大陸方面に進出した。8月27日、日本海軍は、水上規模艦、新井と第28駆逐隊により、再び第3航空戦隊を編成する。 本艦は中国大陸沿岸部で行動しており、洋津港沿岸ではイギリス海軍に写真を撮影されている。12月1日、旧第12戦隊は解体された。また安住義和大佐は大阪地方海軍人事部長へ転任。富澤藤彦大佐が沖ノ島艦長に捕食された。同日府で沖ノ島は第四艦隊機関の第12戦隊に編入され、 内地と旅順港等を往復しながら、引き続き、北市方面で行動する。1938年2月4日、第4艦隊司令長官、豊田蘇衛夢中将は、第4艦隊機関を、従順洋艦、足柄から、沖ノ島に変更する。4月11日まで、沖ノ島は、第4艦隊機関を務めた。11月3日、観光攻略に伴い、 死那方面艦隊司令長官、大井川小四郎中将は、沖の島に座上し、そこを舞台の越定式に臨んだ。12月15日、富澤藤彦大佐は、横須賀防備隊司令へ転任。第12駆逐隊司令、平塚四郎大佐が、沖の島艦長となる。12月18日、本艦は、横須賀に到着。12月19日、沖の島は、 駆逐艦、電ンより、横須賀防備隊機関を引き継いだ。1939年6月、日本海軍は、航空基地建設を前提としたマーシャル諸島の調査を実施する。横須賀防備隊司令官、堀内茂霊将指揮化、建築技師や測量隊は、横須賀防備隊と輸送船2隻各艦に分乗し、6月22日に横須賀を出発。8月24日、 横須賀に到着した。9月1日、第13戦隊の解体に伴い、第13戦隊残務処理事務所を沖の島に設置。その後も、たびたび、横須賀防備戦隊機関を務めた。11月15日、平塚史郎大佐は、軽巡洋艦熊艦長へ転任。海軍大学校教官、中村勝平大佐が、平塚の後任として、 沖ノ島艦長に任命される。1940年前半もおおむね横須賀に停泊しており、横須賀防備戦隊機関となることもあった。3月22日、中村勝平大佐は軍令部出資となり、不設艦五福島艦長、高橋市松大佐が五福島艦長と沖ノ島艦長を兼務する。4月15日、小畑長在門大佐が、 沖ノ島艦長に任命され、高橋市松大佐は、兼務を説かれた。10月11日、横浜高域で行われた、紀元2600年特別艦艦式に参加。10月15日、艦長小畑大佐は、従順熊野艦長へ転任。あずさ大佐が、沖ノ島艦長となる。11月15日付で、日本海軍は、第19戦隊を編成する。 今回は第19戦隊に編入。島司令官は第19戦隊機関を沖の島に指定した。1941年1月12日、横須賀を出撃して南洋方面に出動。この後、横須賀とトラック白地を往復しながら南洋方面で行動した。沖の島は8月29日に横須賀を出港し、9月6日にトラック白地に。 9月10日、沖ノ島機雷町も、山下通る気象差からしがき行くお隊員に交代。9月12日、布施区八重山艦長の未実態佐が、沖ノ島艦長に捕食。あ沢大佐は9月25日より第一報、艦隊司令となった。太平洋戦争初戦では、沖ノ島は、南洋部隊のハウランド、方面攻撃支援隊機関として、 ギルバート諸島攻略に従事した。ハウランド方面攻撃支援隊の沖ノ島、天陽丸、朝奈夕奈は11月29日にトラックを出発し、12月3日にヤルートに到着。12月5日に沖ノ島は第51警備隊の陸戦隊に一個中隊を乗せ、12月8日に攻撃支援隊はヤルートから出撃した。沖ノ島は 天陽丸、長田丸と共に、マキンへ向かい、12月10日に、マキン島に、陸戦隊を上陸させ占領した。12月11日には、沖ノ島は、美勝島、小マキン島に、陸戦隊を上陸させた。一方、朝凪と夕凪は、タラワを占領した。攻略完了後、天陽丸、朝凪と夕凪は、ウェーク島攻略部隊に編入されて、 ヤルートへ向かい、一方、不節艦、津軽特畜艦、朧が、ハウランド方面攻撃支援隊に編入され12月22日に、マキンに到着した。沖ノ島は、マキンで、航空隊の基地設営への協力、搭載機による、紹介、省内の推進調査などを行った。沖ノ島は12月24日に、マキンを出港し、 同日アパイアント総統を行った後12月26日にヤルートに到着。同日ハウランド方面攻撃支援隊の編成が解かれた。12月28日に津軽もヤルートに到着し、沖ノ島と津軽は12月28日にトラックへ向けて出港。1942年1月1日にトラックに到着した。続いて、 沖ノ島は R 方面攻略部隊本隊の機関としてラバウル攻略に参加した。R 攻略部隊本隊は第19戦隊の沖ノ島、津軽、天陽丸、最上川丸や第6水雷戦隊、金剛丸などからなっていた。ラバウル攻略に従事する陸軍の南海支体はグアム島攻略を行った後同等に止まっており、陸軍との訓練を行うため、 R 攻略部隊指揮官は沖ノ島と金剛丸を率いてトラックからグアムへ向かった。トラックからは1月8日に出発し、1月10日にグアムに到着。1月14日、R 攻略部隊本隊は南海支隊の船団を護衛してグアムから出撃した。R 攻略部隊本隊の一部はトラックから出撃してメレヨン島の東で合流した。 1>, 1月22日にラバウル郊外に到着し、ラバウルを攻略。2月1日0時で、R 攻略部隊の編成は解かれて、沖ノ島は主体に編入され、トラックに引き上げた。2月以降、アメリカ軍の機動部隊によるマーシャル・ギルバート諸島、機動空襲等に対して、本館は南洋部隊機関各館等と共に警戒、迎撃任務に従事した。2月20日、 ラバウル方面に、米空母歴ントンを機関とする、機動部隊が出現した。これを迎撃するため、井上長官は式下艦船を呼び、第6戦隊、第18戦隊を率いて、トラック白地を出撃した。22日、パラオへ開港中だった、サチオートリ隊も行動する。だが、米機動部隊が退避したため、各隊は、戦火なく23日に、トラック白地に戻った。 3月初め、トラックからラバウルへ向かっていた、補給船、第2回シロマルが行方不明となり、沖ノ島特地区間一隻が3月6日、7日に捜索を行った。4月25日、南洋部隊の作戦方針に従い、島はナウル・ギルバート諸島攻略命令を発令した。同作戦に先立ち、第19戦隊は、つらぎ攻略を実施する。 つらぎ攻略部隊は4月30日にラバウルを出撃。5月3日、南洋部隊各部隊の支援を受けて、つらぎの占領に成功。5月4日、つらぎはフランク・ j フレッチャー司令官率いるアメリカ空母ヨークタウン島再起の攻撃を受けた。最初の空襲で、ムツキ型駆逐艦9番艦、菊月が損傷して、角座、本艦は駆逐艦。 ゆうずきとともに出港してサボ島北方へ飛退した。続く空襲で、沖の島も爆撃機による攻撃を受けたが被害は軽微であった。米軍側は延べ60機以上の艦載機を投入し、大量の弾薬を消費、対空砲火で3機を喪失、巡洋艦3隻を含む日本艦隊14隻、撃沈もしくは大破という推測とは裏腹に、チェスターニミッツ太平洋艦隊司令長官を、 失望させることになった。5月5日、沖ノ島は、つらぎに戻ると、菊月上院や重要書類を収容し、それからラバウルへと向かった。5月7日午前9時頃、ラバウルに帰投して、応急修理を受けた。35回開戦後の5月10日17時、島司令官が指揮する内攻略部隊は、順次ラバウルを出撃、ナウル及びオーシャン攻略に向かった。 本来は、菊月が参加する予定だったが、前日のように、つらぎ島で沈没したため、大艦として 23× 両艦の駆逐艦、宇月が攻略部隊に編入された。日本艦隊は、出撃直後から、米軍哨戒機に発見されていたという。5月11日早朝、島司令官は、沖野島以下五隻に第一警戒航行序列を発令。 戦団の戦闘に立つため取りかじに転出した直後の0347、ブカジマクインカローラ沖合で沖の島下限中部に敵潜水艦が発射した魚雷2本が命中した。アメリカの潜水艦 S-42 は魚雷4本を発射し、3本命中を確認、護衛艦の反撃を受けて離脱していった。これはパナマからブリスベンに進出した第42。 任務部隊の最初の戦火であったという。沖の島は、左縁への魚雷日本の命中により機関部を破壊され、重油に引火して、大火災となった。電力、蒸気力の喪失により消防、排水ポンプは作動せず、小型人力ポンプ2台による消火と排水作業となった。島司令官は5時45分に、沖の島から、夕月へ移動して、機関を変更。 沖ノ島乗組員は雪限した、金達丸に以上。高水丸は、単艦でクインカロラへ向かい、金達丸は、沖ノ島を港、栄光、二隻護衛下で、クインカロラ港へ向かう。大攻略部隊指揮官の報告を受けた、南洋部隊指揮官、井上成美大四艦隊司令長官は、機下の巡洋艦役逐隊に、沖ノ島救援命令を出した。 ショートランド諸島周辺で行動中の第18戦隊と第30区逐隊等及び MO 機動部隊として行動中の従順苗館、過去はそれぞれ沖ノ島救援に向かった。第18戦隊司令官丸も国の利少々以下、沖ノ島救援部隊合流後、夕月は夜間入り泊準備のため先行。18時30分、金龍丸が クインカロラ高校で座礁した。なお、当時、金辰丸環境にいた谷浦によれば、金辰丸は座礁を避けたが栄光されていた沖野島は止まれずに座礁したと回想している。金辰丸は離床に成功したが、沖野島栄光作業は中止され、各館は夜明けを待った。5月12日0500、駆逐館、無月により、沖野島の栄光が再開されたが、 沈下したと思われた火災が再びひどくなり、6時47分マイナス48分にクインカロラ近海で沈没した。推定水深500メートル以上、戦死43名、重軽傷69名と記録されている。また、沖の島の救援のために派遣されていた工作船松江丸もラバウル駅島中の午後2時30分。 セントジョージ・ミサキ・ミナミ44度西9回立地点において、アメリカの潜水艦の雷撃で撃沈された。沖ノ島沈没と前後して、南洋部隊は、軽巡立田と不説艦津軽を、雷攻略部隊に編入。沖ノ島沈没後の5月12日午前11時、第19戦隊機関は、夕月から津軽に変更。沖ノ島生存者は、金達丸に便乗した。 その後、大攻略作戦中止により各艦、各部隊はトラック白地に帰投。沖ノ島生存者は津軽に便乗して内地に帰投した。同年5月25日、2隻は軍艦籍及び駆逐艦籍、艦定類別等級表より助席。飲み大佐も横須賀陳樹夫婦となった。6月5日、横須賀海軍通信隊に沖ノ島残務整理事務所を設置する。 7月5日、沖野島残務処理事務所を撤去。艦長たちの軍艦誌204から205ページ、日本海軍誌第9巻、第10巻の召喚履歴に基づく。ありがとうございます。